ワニ、ワニ、ワニは、ワニ目、ワニ目、学名へに属する肉食性で、水中生活に適応した、爬虫類の総称。中世代三条紀中期に出現して、以来、初期を除くすべての時代を通して、ニシキヘビ等のオ,オロチと並び、淡水域の生態系において、生態ピラミッドの最高自消費者の地位を占めてきた、動物群である。 ワニ目は、中世代三条期中期に出現した絶滅グループ、スフェノスクスアモクを資源とし、ハラワニアモク、ナカワニアモクを経て、唯一の原存アモクである、セイワニアモクにつながっており、分類学上はそれらすべてを、ワニという。原生の動物群の中で鳥類とは、進化系統上最も禁煙の関係で、共に、主流類に属する。なお、 同じ主流類中には絶滅した翼竜や、蝶類の祖先である恐竜も含まれる。ワニモクは、恐竜、蝶類を含むや翼竜が属する鳥系類と並んで、主流類を代表する二大グループであるクルロタルシ、類の唯一の原生動物である。三畳期より、大きさの違いはあれ、形態的にはほとんど変化していない。パンゲア大陸ならビゴンドワナ大陸の分裂により、 生じた浅瀬の海や小宅地に適応するために今日の形態に進化した恐竜よりもわずかに古い時代から地球上に存在し続けている動物群である三条期末期において大量絶滅が起きたことで繁栄の絶頂にあったクルロタルシ類はそのほとんどが絶滅これ以降恐竜が繁栄していくことになるがクルロタルシ類の中においてワニ類は唯一 絶滅を免れていた。続く恐竜の栄えた、ジュラキ、白亜紀は、彼らにとっても繁栄の時代であり、陸生種、海生種、植物植種、ろ過接触、プランクトン食種,種、蝶大型種など多様な環境に適応した種を、数多く生み出した。また、恐竜が絶滅に追い込まれた、白亜紀末の大量絶滅を、彼らが、前述のような多様な種を失いながらもなぜ、 生き延びられたのかについては解明されていない。長いほっと扁平な長い尾を持つ。背面は角質化した丈夫な鱗で覆われており、目と尾孔のみが水面上に露出するような配置になっている。小人海満、西アフリカ小人ワニなどの小型種では1.5メートルほどで成熟する。大型種では体重1トンに達する個体も存在するなど、原正爬虫類としては、 最重の一群を含む。原生種は、熱帯から亜熱帯にかけて23種が分布し、淡水域、河川、故障及び一部の海域、海岸を主とする海に生息する。水場からあまり離れることはない。原生種は、主に魚類、甲殻類、貝類といった水生生物や水場に現れた爬虫類、哺乳類などを捕食する。 上術のように全滅種まで含めると非常に多様性に富んだ分類群でこの植生に当てはまらない種も相当数ある。水中では獅子を体側に密着させて体を大きく波打たせ尾を左右に振り素早く泳ぐ。水面に浮かび岸辺に近づく動物を待ち構えていることが多い。尾の力を利用して水面上に垂直に後ろ足を水面に出すまで飛び上がることもできる。 陸上では、鈍重なイメージがあるが、短距離ならば走ることもできる。陸上で、日光浴をしている時は、体温調節のために口を大きく開けていることが多い。人が捕まえる場合、後ろ側から近づき、背中の上にまたいで、口にロープをかければ、閉じる力は、大きいが開く力はそれほどでもない、無力化することができる。 繁殖期のオスはメスを誘うために大きな鳴き声を上げ、幼体は危険を感じると独特の鳴き声でメスを呼ぶなど、個体間のコミュニケーションが発達しており、爬虫類の中で最も社会性があると言われている。メスは産卵のために巣を作り、卵が孵化するまで保護したり、孵化直後の幼体を保護する種類もある。また、トカゲやヘビのようなユーロコメの交尾に用いられる。 有性生殖器が一体の半陰形であるのに対し、ワニでは体をなさない一本の陰形である。様々な爬虫類で見られるように、ワニでも肺の発生時の環境温度によって性別が分化し、特定の温度体以外では片方の性に偏ってしまうという性決定様式を持っている。そのため地球温暖化の影響で性別のバランスが崩れることが懸念されている。 原生の輪二目はすべて聖輪二矢目に属し、アリゲーターか、クロコダイルか、ガビアルかの三かに分けられることが多い。このうちガビアルかは、他の2科と比べて、非常に特異な分類群とされ、古い形質を残しているとも、逆に特殊化が進んでいるとも言われてきた。しかし、形態形質の詳細な比較と再評価から、クロコダイルとガビアルが禁煙であり、ガビアルは、 クロコダイル化に含まれるとする説もある。ワニの祖先である、ハラワニ類は三頂期に登場し、中世代の地層からは、様々なワニの化石が発見されているが、アリゲーター化、クロコダイル化、ガビアル化、大陸との接触以降、古い中国語でイリエワニを指す語であった、ワニという字、概念が輸入された。和名類受賞では、ワニを、ワジと訓示、と解説している。 このような生き物は当時の日本人にとって未知であったが、最もイメージの近い生物として、ワニ、すなわち日本近海に見られるサメを連想し、ワニの群をワニとして結びつけたのであろうと推測される。とはいえ、ワニがイメージのしづらい未知の生物であることに変わりはなく、長い間、ワニとサメとは明確に区別されることがかった。ワジがワニであることについては、 丸山林平が1936年、国語教材説話文学の新研究において、ワニ伝説と題した章を設け、ワニはサメであるとする説、以下、サメ説を否定し、ワニはワニである、以下、ワニ説と断定している。同書の要約を示す。折口忍は1942年、古代日本文学における、南方要素と題した講演において、ワニが日本にいないから、 ワニはサメだとするのは短期な話で日本人の非常に広い経験を軽蔑している旨、述べている。近代以降、ワニは学術的に再定義され明確にワニ目の動物を意味することとなった。なお、白ワニ、水ワニなど一部のサメは漁業者の間で伝えられてきた故障を採用し、ワニの名をいただいたまま現在に至っている。 ワニが現れた天見大島の風俗を描いた南東雑話ではヘビリューという名前でワニを記している。英語名アディケーターはエル・ラガルト・デインディア・インドのトカゲがなまったもの。クロコダイルは元来・ナイルワニを意味したクローカダイロ・クロコディロスから。ガビアルはグリエル・ガリアルの語色が定着したもので、成長したオスコタイの粉炭がコブ状に盛り上がる様子を ツニに例え、ヒンディー語、ガエル、ガリアールからの命名とされる。中国語では、反対字、だが、一般的で、これは、様子コーアリゲーターを意味する。ワニで表記されるものは、古代中国南部に生息していた、イリエワニなどを意味した。竜や水地なども、特定の種を意味していたものと思われる。ワニの生息する地方では、水泳中の人間が襲われることもあり。 ワニは邪悪な動物、魔性の動物とされていることが多い。一方で、ワニを神聖視する例もまた多く見られ、世界中にワニの姿をした神がいる。古代エジプトでは、ワニは豊上やナイル川そのものを象徴し、テーベではワニの頭部を持つ背べく神の信仰が盛んであった。神殿では、ワニが飼育され、神官が餌を与え、多数のワニのミイラが作られた。 ローマ帝国のハドリアヌス帝の広大な別荘である、ビッラ・アドリアーナ、ティボリの池のほとりには、ワニの像が、インドにもワニを神聖な生き物として飼う寺院がある。日本の船の守護神であるワタツミのコンピラゴンネンも、サンスクリット語でワニを意味するクンビーラに由来するという、中国の伝説上の動物、竜のイメージの原型は、絶滅したマチカネワニではないかという説もある。また、 パプアニューギニア、インドネシア、カメルーンなど世界各地にワニを自分の士族のトーテム、ソレイとして祀る人々がいる。ブラジルのアマゾンガー流域ではワニのペニスは幸運を呼び込むものとして祀られている。西洋ではワニは涙を流して獲物を油断させるという伝承があり、英国ロッコダイルティアーズは偽りを意味した。イギリスでもワニがいない。古典の ベイオウルフ、ベイアウルフ私は,は、狼では冷たい沼から出てきて、人々を襲うグレンドルという怪物を退治する話になっているのだが、想像で描かれている日本の獅子がライオンと似ても似つかぬ怪獣になっているのと似ている。シェイクスピアも困ったらしく、アントニーとクレオパトラ、二幕七場で、ローマの三巨島がガレー船の中で酒盛りをしていて、酔ったレピダスがアントニーに聞く。 アントニーは体型はいわゆるワニ形でそれなりの幅があって叱るべき厚みもある。いつも自分の器官を使って動く。適量の栄養になる餌を取り、やがてその力が尽きると巡り巡って生死のサイクルに戻ると説明する。ワニの肉は淡白な味で鶏肉のような食感を持つ。食用に飼育されたものは特に臭みはなく。 高タンパク低カロリー食の健康食品として売り出されている。キューバではワニ料理レストランが観光客に供されている。オーストラリアでは日常用の食材としてスーパーマーケットにワニ肉が並べられている。日本では静岡県湖西市で食用のための養殖が行われており、浜松市にはワニ料理も供するレストランがある。愛知万博ではオーストラリア館などで ワニ肉が振る舞われた。なお、広島県の一部地域には、郷土料理として、ワニ料理が存在するが、この、ワニは、サメの方言名で、爬虫類のワニではない。東南アジアの各地では、食用、比較用療法のためのワニ養殖施設が多く、存在する。ワニの皮は、丈夫さなどの理由から盾や甲冑に貼られるほか、カバン、 ベルトなどに加工されるが、かつて主に比較用として乱獲されており、生息数は激減した。現在では、野生個体は保護され、全種がワシントン条約にリストアップされている。各地で養殖が行われており、個体数が回復したケースもあるが、密漁と生息地の開発のため、絶滅が危惧されている個体群や種も少なくない。ワニは人間よりも、 はるかに強力な免疫機構を持ち、負傷しても血液中の抗体が殺菌することが知られている上、大きく負傷したり死死を失った場合も重篤な感染症になることはないと言われている。その強力な免疫力を応用し、ワニの血清を HIV の治療に役立てようとする動きもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。